今回は、天国の駅。監督は、出目正信。1984年の作品です。二人の夫らを殺害した角で、死刑判決を受けた女、林馬佳代の、ひたすら愛を渇望した苦難の半生の物語です。主演は、吉永さゆり。共演は、三浦友和、中村克夫、新行寺君江、西田敏行、津川雅彦、丹波哲郎ほか、昭和36年に発覚した、いわゆるホテル日本核殺人事件を元に作られたフィクション。戦後の日本映画界を牽引してきた大スター、吉永さゆりが演じた、初めての犯罪者役。汚れなき聖女が犯す、善悪を見失った鬼畜の所業を、我々は目撃します。